溜めてきた分、18枚。さあ、とりあえずじゃあ行きましょうか。まあ、引いてからまた溜めよう。うん。さあ行きましょう。おい。いや、金旗見てえよ。ガチャ式から。そろそろ。いや、これ結構大事よ。ガチャチケが仕事しねえな。にじけらないぞ、全然。不調だな。これ力技で行くしかないのか。せめて黄色ぐらい蹴ってくんないかな。え？いやこれはさすがに言ってるやろ。いや、これ赤じゃないでしょ。これめっちゃチャンスじゃない？これワンチャンス。あるでしょ、これ。これ、あるんじゃね？いや、これはちょっと、なんか、いや、ねえ。いや、熱いでしょ、これ逆に。さすがにこれ次ズドンだと思うけどね。だって、これだってレギュラーの84ないってことよね。84来ても限定ってことでしょ？あるでしょ。いくよ。そうよね。何？おーおー、いいね。いや、いいけど。ちょっと待って、なんかあるんじゃない？もう2枚抜きか。いや、そうよな。もう1枚あるでしょ。何これ？怖いんだけど。何？はい。90。あ、普通のレギュラーか。なんだ。まあまあ、でも福森選手は別に悪くないですけど、まあ、坂井宏樹選手もいい。まあまあまあ。何よ。何そのサプライズは。それ限定引いといてくんないかな。そのサプライズは。うん。熱いかと思った。普通暑いけどね。普通暑いと思う。ああいう演出はね。まあ、2枚抜きならまだ許せるか。さあ、単発でもワンチャンスあると思って単発でも行くよ。いや、今年は単発の年だったと思うけどな。まあ、そもそもあんまりまとめて10引いてないけどね。そもそも論ですけど。そもそも10連本あんまりした記憶がない。はい。中村選手。まあでも意外とさ、このさ、まあ、言ったらこの赤とか白とかも、ノーチャンスではないからね。まあ、普通に欲しい選手なんているからな。まあ、枚数受けることは大事っすね。なんかめっちゃ長崎出るな。どうせ長崎ならさ、それなりのとこくれ。ファンマとかでもいいけど、金肌出てファンマでいいよ。ファンマの餌くれ。おお、いいね。だからこういうのっすよね。そう、まあ、キラならなおいい。キラならなおよし。ああいうのがあるからガチャチキはやめられない。なあ、隣とこ欲しいなあ。あと1枚でまたミキサーできると思うんだよね、確か。ライト系さっき落ちたもんな。さあ。ないかなぁ。なぁ、また隣。隣多くない？隣が多いなぁ、昨日から。さあ、18枚吐き出しましたので、さあ、こっから配信で何枚貯めれるかやるか。なんで隣やねん。おい。おい、わざとやってんだろ。おい、配信してるの分かってんのか、もしかして。バレたか。朝だったらバレないと思ったんやけど。配信外だったら今多分蹴ってるな。もう、オフィスじゃないかもね。EP かもしんないな。多分リーグで使うってことよね、多分ね。代表どんなんやったっけ、まずね。これオフェやったよね、ボナセン。あ、ダブルセンスか。フェノメナルミドルボレーエースストライカーか。あーと、なるほど。前半ね。いたね。これね。超次元ボレーエースストライカーか。あー、超次元ボレーエースストライカーか。どう、ちょっと待ってね。じゃあどれぐらい違うんだ、ちなみに能力値。結構違うかな。
いや、結構違うね。ボナセンのオフェあるもんね。だいぶ違うな。ボナセン1匹ガチスカでしょ。まあ確かに難しいよね。まあミドフェノメナルミドルか超次元シュートの違いと、あとはまあこちらの能力値だいぶ高いと。ミドルボレーがどうなんだろうね。まあ射程距離までしっかりいければいいとして、まあでも僕のイメージ的には、まあ下しっかり組めたらね、別にまあ自力なく、まあどっちみち自力はないですけど、まあミドルでもいけそうな気はするけどね。まあボレーもあるしね、なんならちゃんと。僕だったらこっちかな。こっちしたいね。ただ難しい。自信を持ってこっちだとは言いにくいけど、まあでも能力値の差とか考えたらこっちじゃないかな、強さ的には。ね、クラチャンで使うんだったら話変わってくるけどね。リーグだったらこっちでいいような気がするけどな。能力値の差とかも結構ありそうですけど、計算してみるか。1599でこれ基礎値だけでも150ぐらいちゃうのかな。これ 1.3 で計算したら2000超えるもんね、これだけでもね。クラブリンクあれば。479も上がってんのか。480か、約。いや、ざっとした計算でもさ、ちょっと待ってね。だいぶ違うんじゃないかな。これ、クラブリンクセンスとかがあったら、ちょっとね、上昇幅変わりますけどね。この、他のセンスね。1488やもんな。だって、オフェチだけでもさ、これさ、ボナセン入れたらさ、500は違うもんね。500、600ぐらい違うんじゃないかな。1488だもんね。代表だろうね、さすがに。これ、この差はでかそうだけどな。これ1.3計算でしてるけど、2078、2079ぐらいだと思うんですよ。単純なボナ戦だけ計算でもね。プラスで、ブーストプラスが入ってきたりとか、するけど、590違いますからね、単純計算でもね。もうちょっと開くと思うんですけど、厳密に言ったら。もうちょっと開くと思うけど、能力値の差が相当でかそう。こっちちなみに何タイプ？ちょっと見ていいかな。ちょっともう一回ね。何タイプだ？スピードか。これ僕のイメージですけど、パワー値高い方がいいと思うんだよな、フォワードね、CF。こういう生粋の CF タイプ。総じて能力値は間違いなく代表だから、僕だったら代表かな。さあ、ということで、はい。そろそろいいでしょう。そろそろ当ててくれよ。今回だって昨日も10連引いてダメ。あ、でもさっき一応ね、赤蹴ったんですけど、22枚出たんですよ。実質今ね、10分の1ぐらい出てる。じゃあここでぶっちぎろう、確率的に。お願いします。おいーおいおいおい、絶対色途中で変わったろ、あっこ。おかしいだろ、今の羅列は。おい、絶対やったぞ、今。スイッチャー押したな、今。ポチッと。絶対やったじゃん、今。あの並びは。確信犯でしょ、あれ。あれでやってないわ、もうさすがに通用しないよ。そういう世の中そんな甘くない。しかも、1枚1回。配信で弾けないんだけど、トラウマになってきたんだけど、どんどん。普通にさ、これ裏でやってればさ、もっとさ、僕は可能性あると思うんすよね。やらしてくんないよね、マジで。なんでこんなになんか苦しめてくるんだろうね、どんどん。あ、でも山田選手はでもあれか。一応今回あるから、まあ残してもいいけど、一応残すか、ミキサマッシね。ちょっと待って、って考えたらさ、これさ。あ、桜井選手も多分あるぞ。あ、そうや、あとミキサーできるわ。ごめん、ミキサーできる。ミキサーして終わるか。いや、でもな、これしない方がいい説あるけどな。いや、やろう。やるわ。
残す選手いないんだよね今回ね。じゃあミキサーまで行くわ。うん、正直ねドーグラス狙いなのもあったからミキサーかけてたのもあるんですけど、ちょっとかけにくくなったんやけどな正直。うん、まあいくか。はい、枠潰し案内にじければいいかな。結局にじけた一緒だもんね。にじけた一緒。おい来た、よし、来い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 、頼む、おい頼む、来い、絶対来てくれ。違う、まあ違うけどね、いやまあ違うけどね、まあ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 一発目だしまあ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 、いやくそくそ、しかも僕この前打ったんだよね、あんまり手に入んなかったからね小池選手ね。いやマジ来たと思ったな今5。いや先生マジっすか、まだっすか。ちなみに何分の何、2分1とかやったらちょっと泣くんだけど、マジか、うわーマジか、外した、やっぱ配信はダメだ、裏で引いとけば今当たってたな。